さて今回は前回ホームセンターのバニングスで買った硬い粘土質の土壌を改善するグランドブレーカーを撒いてみたいと思います。ジプサム石膏ベースの液体で 2.8 リットルで56平方メートルの範囲に使えます。これは56キロの石膏と同範囲だそうです。このグランドブレーカーは土壌の水はけを良くし、空気を通りやすくし、微生物の活動を活発にし、硬い粘土を作業しやすく変える働きがあるそうです。穴掘りなどの必要がなく、15センチメートルくらいの深さまで効果があるそうです。効果が出るまでには、6から8週間ほどかかるそうです。使い方は簡単で、蓋を開けてガーデンホースを差し込んで、蛇口をひねるだけ。それでは撒いていきます。買ってから気づいたんですが、この撒いてる庭の広さは120平方メートルくらいあるので、今回は画面左側だけに撒きました。後日もう2本買って、残りの庭と家の前の芝生にも撒きました。さてこの硬い粘土がどこまで柔らかくなるのか、8週間後には土壌の変化をお伝えできたらいいなと思います。それではまた。